Let's go.
思うなよ。食らっちまった。無事でよかった。
切れたものだ。あの衝撃でも死なないと。危うくご期待に添えるとこだったけどな。エステル返してぶっ倒されんのと、ぶっ倒されてエステル返すのと、どっちか選びな。月並みで悪いが、どちらも断ると言ったら。じゃあ俺が決めてやるよ。姫の力は本当に素晴らしかった。古の満月の子らと比べても遜色あるまい。人にはそれぞれふさわしい役回りというものがある。姫はそれを立派に果たしてくれた。用が済んだってんならなおのこと返してもらうぜ。いいと。エステル、本人の意思ではどうにもならん。我がシステムによってようやく制御している状態なのだ。暴走したブラスティアを止めるには破壊するしかない。諸君ならよく知っているはずだが。エステルを物呼ばわりしないで。ああ、まさしくかけがえのない道具だったよ、姫は。お前もだ、シュバン。生き延びたのならまた使ってやる。さっさと道具らしく戻ってくるがいい。シュバーンならかわいそうに、あんたが生き埋めにしたでしょうが。俺はレイブン。そこんとこよろしく。役回りがあるってのは同感だけどな。その中身は自分で決めるもんだろ。それで無駄な人生を送る者もいるというのにかね。いなこと。自分で選んだなら受け入れるよ。自分で決めるってのはそういうことだ。無駄かどうかなんてお前に決める権利なんかないのじゃ。残念だ。どこまでも平行線か。やめろ。よせエステル。くそ。パワーが足りなかったか。エス、あ、諸君のおかげでこうしてデインナモスに代わる新しい鍵も完成した。礼と言ってはなんだ。我が計画の仕上げを見届けていただく。真の満月の目覚めを。
なんだあれや。あれはミオルゾで見たあの壁画の輪っかなのか。すごいだ、やったぞ、ついにやった。あれこそ古代文明が生み出した究極の遺産、ザウデフラフ級。かつて世界を見舞った最悪をも打ち砕いたという究極のブラスティア。ブラスティア、あれが。誰もいないとこでやってくれ、聞いてて恥ずかしいぜ。ショーは終わりだ。幕引きをするとしよう。姫、一人ずつお仲間の首を落として差し上げるがいい。てめえ。姫も君たちがわざわざここに来たりしなければこんなことをせずに済んだもの。我に帰った時の姫のことを思うと心が痛むよ。ではごきげんよう。待てってんだアレクセイ、てめえ戻ってこい。アレクセイ、あいつエステル、やめて。今、楽にしてやる。ユーリ、ユーリ。一体お前は何やってんだよ。こんなところで本当に死ぬつもりかよ。死んでもいいのか。俺の目を見ろエステル。レンガ、電線が猛烈中。覚ませ、エステル。帰ってこい、エステル。お前はそのまま道具として死ぬつもりか。
システムが。アレクセイの剣が要だったんだわ。このままでは。大丈夫だ、仲間を信じろ。あいつのシステムが使えるかも。すごい、エステルとの同調も完璧。干渉術式不活性化調整データ、余剰 AR 隔離術式も揃ってる。でも肝心のアパティアの代わりをどうしたら。この剣使ったらどうだ。アレクセイが使ってたやつの本物だろう。やってみる。手伝うわ。流れを読み取るから。僕も手伝うのじゃ。融通の効かない体だぜ。みんな、もう。信じろって。ブレイブベスエリアやるときはやる。そんな顔すんなって。ただいま。ザウデ・フラクキュー。そう言ってた。知ってるか？いや、初めて聞いた。どういうものなんだろう。さあな。けど何に使うつもりかなら分かりきってんぜ。全世界の支配、本当にできると思うかい。できると思ったんだろう、奴は。騎士団はずっと後手に回りっぱなしだ。ユーリたちがいなかったら帝都の解放は不可能だった。ブラスティアが世界を危険にさらしているということすら。ヘラクレスから帝都守ったのは騎士団じゃねえか。俺たちが帝都に入れたのだってそうだったろ。エステリーゼ様のことだって。あれはエステルが自分で帰ってきたんだ。それでも感謝している。ありがとう。よせよ、むずがゆいぜ。アレクセイにはいろいろと貸しができすぎた。世界にとっても俺たち自身にとってもだ。だからケリをつける。明日ザウデ・フラクキューに乗り込む。君の仲間も行くんだね。ああ、今は明日のためにそれぞれ好きに休んでるから、今夜はお咎めなしで頼むわ。わかった。隊長、こちらでしたか。またお前か。ユニオンとの交渉は難航しています。先方の意見がまとまらないようです。
それともう一つ、評議会が現在の混乱収拾のため全権をヨーデル殿下に委ねる旨布告がなされました。そして殿下はフレン隊長を帝都解放の功により団長代行に任命なさいました。おめでとうございます。これで問題が一つ片付いたわけだ。おめでとうさん。貴様、いい加減その気やすい口を。ユーリ、本当にやったのは君？まあいいじゃねえか、細かいことはさ。さてと、それじゃ俺は仲間の様子でも見てくるわ。またな。何やってんだ、カロル。あ、ユーリ、見てほらこれ、うまく修理できたでしょ。へえ、相変わらず器用だな。けど、お前のじゃないよな。わしのじゃよ。じいさん。この騒ぎであれこれ傷んでしもたもんを一つ一つ直してくれとるんじゃよ。わざわざ下町まで行って拾い集めてきてくれてな。へい、見つけたのはほとんどラピードだけどね。大事な靴の裂け目、ほらほとんど消えてるだろ。いい腕してるよ彼。私は思い出の服を修繕してもらったのよ。ほんとありがとう。いいのかカロル、明日は決戦だぞ。うん、正直本当はちょっと悩んだんだ。決戦のこととか考え出したら眠れなくなっちゃいそうだし。でもだったら僕でもやれそうなことをやっときたいなってそっか。でもラピードが手伝ってくれるとは思わなかったな。ちょっとびっくり。気持ちが伝わったんだろ。適当なことには付き合わないやつだからな。そうなのかな。そうお安くないとさ。ちぇ、ひどいな。いやはやなかなか見どころのある少年じゃよ。当ギルド自慢のボスでございます。お前も少しは見習うといいわい。
そう来るか。思い出というのは心の支え。大事な品は思い出の器なんじゃ。ありがとうよ。僕、もう少しやってから休むよ。あまり無理すんなよ。うん、分かってる。本気でくつろいでやがる。東京あんだか緊張感ないんだか。おりょ、親友と感動の再会してたんでないの？なんか副官の姉ちゃんがやたらとおっかなくてな。まあなんとなくわかる気もするけど。どういう意味だ？いやまああれよ、堅物だからってあんまし魚でしないことよ。別にそんな気ないんだけどな。物事ってのは万事相手の捉え方次第だからね。そんなもんかね。でレイブンはこんなとこで何してんだよ。ちょっと考え事をね。ほら、なんて顔すんのよ。ここんとこいろいろあったしね。これからの身の振り方とかさ。けども、なんも浮かばないんだわ。慣れないことすっと疲れるわ。自分で人生選んだんだ。今のあんたなら何だってできるだろ。なんていうか、死んでたからね俺は。今慌てて思い出してるとこ。とりあえずアレクセイとはケリつけるとしてだ。先のことはそれから考えるわ。いいんじゃないか、それで。ケリと、いやさ、エステル嬢ちゃんにこれまでの経緯を話したんさ。したらどうなったと思う？事情は分かったから皆と同じことをやらせろって言うんだわ。で、頭を一回ポカリ、それでチャラ。あいつらしいな。ちょいとばかし聞いたわ。さーてと、面倒だから俺このままここで寝ることにするわ。ったく、明日寝坊すんなよ。してるんじゃ。お前らが悪さしてないか見張りしてるんだよ。なるほど、悪さをするためにうろうろしてるんじゃな。いやだから
まあ、いっか。よかったの、エステルが戻ってきて殺すこともなくて。ああ、そうだな。もしエステルが本当にあの状態から立ち直ることがなかったら、ユーリはエステルを切っておったのかな。なんでそんなこと聞くんだ。それは、さあなって言いたいところだけど、もしあの時俺の声がエステルに届かなければ、俺は手を下していただろうな。自分が傷つくと分かっているのに、どうしてそこまでできるのじゃ。エステルは仲間だ。仲間の問題を他人に負わせるわけにはいかねえ。それに一番傷つくのは俺じゃねえ。仲間の問題、強いね。どうだかな。そんなことよりマリス・ステラってのを探すのは忘れてるのか。今は悪い奴を倒すのが優先なのじゃ。それにうちは忘れてるわけではないのじゃ。記憶力ね。どうしたんだユーリ。うち、アレクセイだけは絶対許せんのじゃ。自分の欲望のために誰かを犠牲にするなんて、絶対に。あ、そうだな。だからその、アレクセイの好きにはさせてはいかんのじゃ。うん、だな。そうじゃ、喜べユーリ。今海戦ギルド海猫の歌が特艦で船を直してくれてるのじゃ。海猫の歌って、あの徳永の。ああ、すぐにフィエルティア号も使えるようになるぞ。じゃあそいつで打倒アレクセイと行くか。もちろんなのじゃ。ユーリ、あのな。パーティー。え？うまく言えないなら無理に話すことはないぜ。話せるようになったら聞いてやる。だからもう今日は寝とけ。おやすみ。ジュリー、何してんだ。フェローにもう一度連絡がつかないか試してみようと思って。ザウデが古代の最悪に関係あるなら、もしかしたらフェローが何か知っているんじゃないかと思うの。エステルのことを聞かれるんじゃないか。なんとかなりそうだって言っておくわ。そっか、ありがとな。私はね、ヘルメス式ブラスティアを壊すことだけを生きる目的にしてきたの。それをしている間は他のこと考えなくていいから。他のこと？世界のこと、自分のこと、いろいろ。もしエステルと出会わなかったら、
今でも何も考えずにバールと一緒に飛び回ってたかもしれないわ。フェローもジュディが変わったって言ってたっけな。でも勘違いしないで、エステルのことは本当になんとかなりそうだからそう言うのよ。ブラスティア、エアルのことを放っておくつもりはないもの。それさっきのいろいろってのも関係してんのか。悪い、忘れてくれ。私はもうエステルを殺さないし、殺させもしない。そしてアレクセイは許さない。わかった、明日の朝には出発する。それまでに戻ってくれよな。了解。ジュディ、うん、勝とうぜ。ええ。ここで値が戻るから、そうするとこことの差が、あんダメか、全然足りない。ユーリ、何やってんだこんなとこで。うるさいわね、邪魔すんな。で、なんだあんたか。なんだじゃねえだろ、何やってんだ一体。なんかまずいのか。ううん、今はちゃんと抑制されてるし安定もしてる。デインノモスとアレクセイのシステム、どっちも大したもんだわ。尺だけど。なら何が問題なんだ。抑制の有効範囲が思いのほか限定されてたのよ。シルトブラスティアを中心に抑制結界が展開してて、その中なら安定してるんだけど、そこから出られないの。さすがにデインノモス一本で複数のアパティアの代わりをするのは無理があったみたい。それって遠出ができないってことか。
ついでに言うと、帝都のシルトブラスティアもシステムの一部だから、使ってる限り帝都は無防備だから、何とかして自由に行動できるための方法を探しているわけ。デイン・ノモスをエステルが持ち歩くんじゃダメなのか。あれ、本質的には暴走したエアルを抑制するのが目的みたいだから、エステル自身をどうこうはできないと思う。デュークもそうだったしな。とにかくリタ・モルディオの名にかけて絶対に何とかしてみせる。エステルを囚われの身に逆戻りなんてさせない。二度と物扱いになんか。わかった、頼むぜ。大丈夫、心配すんな。こっちには天下の天才がついてんだ。はい、私もリタを信じてます。明日には間に合わせるわ。あんたはさっさと寝てなさい。へいへい、お前も無理しすぎんなよ、エステルもな。もう休みますか。なんだ、お前ももう寝るのか。いよいよ決戦か。あいつらちゃんと寝るんだろうな。もう行くのかい。こっちはもう少しかかりそうだ。ギルドの船を調達するつもりだったんだけど。なんかこじれてそうだったな。どんなきあと、なかなか意見がまとまらないらしい。また追いかけることになりそうだよ。どっちが先にアレクセイのとこついても恨みっこなしだぜ。そういやお前、もうエステルを取り返そうとしないのかよ。今だってあいつお姫様には違いないだろう。あとあれだ、皇帝の跡継ぎってやつ。評議会はヨーデル殿下を指導者に選んだ。事実上殿下を次期皇帝に推挙したも同然だよ。ふん、だからもうエステルを追う必要もないってか。そこは違う。僕の中で彼女の選択を尊重する踏ん切りがついただけさ。随分融通聞くようになったな。からかわないでくれ。僕なりに悩んで出した答えなんだ。まあいつが聞いたら喜ぶと思うぜ。ブラスティアとエアルのことはヨーデル殿下にお伝えしてみる。殿下ならきっと何か手を打ってくださるだろう。エステリーゼ様のこともユーリを信じるよ。よろしく頼むわ。いろいろ押し付けて悪いな。じゃあ行くわ、ザウデで会おうぜ。世間じゃ帝都解放は僕だけの功績だと思っている。君のことは、いやブレイブ・ベスピラのことさえ誰も知らない、知ろうとしていない。本当にそれでいいのかい。